ガランの共造ルイスカルロス・ガランサルミエントは、コロンビアの政治家、ブカラ漫画の出身。国内外の政治を担当する新聞記者であったが、コロンビア大統領であったミサイル・パストラーナ・ボレーロに見出され、政界に進出した。所属政党は、コロンビア自由党。1982年の大統領選挙に立候補、したが、本選挙で、 コロンビア保守党のベリサリオベタンクールに敗北した。そして迎えた1989年2回目の立候補となる大統領選挙の最中にボゴタ近郊を遊説中、複数のヒットマンにマシンガンなどで銃撃され射殺された。45歳ボーツ。ガランの暗殺はガランが主張していた麻薬の規制強化に反発したメデジンカルテルのボスパブロエスコバルの組織によるもので。 あり、後に実行犯の一人であるジョン・ハイロ・ベラスケスは、懲役30年の判決を受けた。大統領選挙は、死亡したルイス・カルロス・ガラン・サルミエントに代わって、セサル・ガビリアが、コロンビア自由党の大統領候補となり本選挙で、勝利した。2005年には、ガランの暗殺に関わったとして、元司法大臣のアルベルト・サント・フィミオ・ボテロが逮捕、されている。裁判では、 殺人を受け負ったジョン・ハイロ・ベラスケスが、検察側の証人として証言したこともあり、2007年10月11日、サント・フィミオは、懲役24年の判決を受けた。ありがとうございます。